こんにちは、ゴールデンカムイの会会長です。登場するキャラクターすべてが癖が強く変態的な特徴を持っている本作品ですが、その作者もキャラ同様に癖が強いのをご存知でしょうか。今回はそんな野田悟先生の癖強エピソードを紹介していきたいと思います。野田先生のファンになった方は高評価を、野田先生の好きなエピソードがある方はコメント欄で教えてください。ファン企画に自ら参加。ゴールデンカムイにはファンがツイッターでファンアートを投稿する、通称マンダロと呼ばれる非公式の企画があります。基本はファンが自分が描いたイラストにハッシュタグをつけて投稿し反応を楽しむ企画ですが、この企画になんと作者自ら参戦してファンを驚かせたことがあります。初めて投稿したのは2巻の発売記念の時で、それ以降も新刊が発売されるたびに何度か参加しています。ちなみにマンドロ企画で投稿された白石の画像は特に人気で多くのファンに愛用されています。大胆な画質量。野田先生は単行本の画質量が多いことでも有名です。他の漫画でも単行本を出す際に多少の画質修正はありますが、野田先生の画質修正は特にえぐいです。代表的だと谷垣の画質修正が多いのですが、雑誌版では胸毛などを書き忘れていることが多いため単行本で書き足していました。そして谷垣の画質修正のことを毛づくろいと呼んでるのも野田先生らしいですね。また展開を変えるほどの画質修正をしてしまうことでも有名で、197話で少年期の恋人が鶴見にぶつかった際、単行本だと怒るのですが雑誌版だと素直に謝る恋人が見られます。他にもたくさんの画質修正があり、戦争シーンの書き込み量増加、ページ数増加など鬼のような画質修正を野田先生は行います。キャラの性格、展開、セリフが変わるほどの画質修正はゴールデンカムイくらいですね。独特の救済告知。ゴールデンカムイでもたびたび救済はあるのですが、野田先生の救済告知は独特なことで有名です。基本漫画家が救済する際は体調不良や取材のためなどの理由が多いですが、野田先生は狩猟のため、試食のため、取材のため、出塁のため、収穫のためなど独特な理由が多いです。共通する点として、なぜか死から始まる言葉でのみ救済しています。特に話題になったのが出産のためという理由で、野田先生って実は女性だったの？というふうに驚く声が多く、安産を祈る人が続出しました。しかし後に妻の出産を手伝うためだったと判明します。この出産騒動はあまりの衝撃にツイッターのトレンドワードに野田先生が入るほどの話題になりました。癖が強い設定とキャラクターたち。ゴールデンカムイの作風はグロいことでも有名です。その最たる例が入れ墨人気です。ゴールデンカムイは隠された埋蔵金を探すために囚人に掘られた暗号の入れ墨を剥ぎ取り集めていくストーリーです。この敵を殺して皮を剥ぐという残酷な設定を思いつくあたりが野田先生がヤバいと言われている理由です。また野田先生が描くキャラクターたちも癖が強く、宇佐美、江戸貝、変美など多種多様な変態、狂人キャラクターが登場しています。こんなに変態キャラクターを描ける野田先生が一番変態なのではと言われるほどです。実際野田先生はウェブインタビューにて、もっと複雑な変態を描きたい、複雑な変態が作品を面白くするという発言をしています。こんな発言をしていることから野田先生の癖の強さがよくわかりますね。デビュー作をリブート化。ゴールデンカムイが最終回を迎えた時、野田先生は次に描く作品は前作のスピナマラダをリブート化して再度連載することを発表しました。このスピナマラダという作品は野田先生のデビュー作であり、アイスホッケーを題材としたスポーツ漫画です。2011年から2012年までヤングジャンプで連載していた作品で、全6巻で打ち切り完結となっています。出版業界において一度完結してしまった作品を描き直すというのは極めて珍しいことです。野田先生にとってスピナマラダは人生でやり残してしまった後悔の一つのようで、不完全なまま終了してしまったことが相当悔しかったそうです。その悔しさを原動力にして描き上げたのがゴールデンカムイだったと言われています。野田先生はゴールデンカムイの初期からゴールデンカムイが売れたらスピナマラダの完全版を描かせてほしいと相談していたほどであり、
見事ゴールデンカムイがヒットしたため、再度スピナマラダをリブート化することを決めたようです。この類を見ないストイックさと破天荒さが、野田先生の癖の強さと武器になっているんだと思います。まとめ。いかがだったでしょうか？こうしてみると、野田先生は、本当に破天荒な人ですね。ゴールデンカムイもそうでしたが、次回作のスピナマラダでは、どんな変態的キャラクターが出てくるか楽しみです。スピナマラダは、7月27日から連載開始のようなので、これからも野田先生の活躍をみんなで応援しましょう。皆さんのコメントをお待ちしております。ゴールデンカムイの回では、まだまだゴールデンカムイの魅力をお伝えしていく動画を作成していきますので、ゴールデンカムイの回に入会したい方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。